今年初めてグループ会社と合同で行われた成田空港会社の入社式には、グループ12社から合わせて121人の新入社員らが出席しました。式で空港会社の田村明彦社長は、世界の変化に対応するべくグループが総力を挙げて対応していく必要があるとし、世界に誇れる空港を作り上げていきましょうと新入社員らを激励しました。新入社員を代表して成田空港会社の浜口海人さんは、成田空港を世界トップレベルの空港にするため日々精進していきますと抱負を述べました。新入社員らは新しい滑走路を作る際の工事で伐採された木に書いたそれぞれの目標を用意していて、各社の新入社員たちはそれを読み上げて決意を表明していきました。成田空港会社では事務職や技術職で19人が採用となり、新入社員らはおよそ1ヶ月の研修を経てそれぞれの部署に配属されます。これから社会人になるということで身の引き締まる思いです。今まさに成田国際空港は新しい空港プロジェクトであったり機能強化プロジェクトを進めている段階ですので、そういった重要な段階でこの会社に入社できたことはとても嬉しいですし、路線の拡充をしていきたいというふうに思いました。